今日はですね、なんとビッグゲストに来ていただいておりますので、行ってみましょうか。こんにちは。あ、どうも、お疲れ様です。お久しぶりです。何年ぶりですか。ってます自分の方は後でいいですか、はいはい、あの、はい、ヤンキー連れてくるんで、何年ぶりですかね。はい、多分15年ぐらい、分かるけど、まあ、10年は経ってると思います。あの時って、まだ現役でしたっけ。そうですね。あ、いや、全然現役で、だって僕5年前に引退なんで。あ、そうですよね、はい、最近まで。そうですよね、はい、プライド の、はい、あの選手バリバリでやってる頃でしたっけ。あ、そうですね、まあ、僕の時はその、まあ、プライドと、はい、あのライバルのヒーローズっていう、あ、はい、まあ、キットとか、はい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 、そうですよね、メインイベントなんですよね。あ、そうです、やられた時はキットとやった時は、はい、さて、まあ、髪の毛気にながら、はい、どんな感じがいいですかね、とか。テンパなんで、これ今日あの宿毛っていうか自分で前髪だけやってきたんで。え、宿毛？あ、宿、いや、宿毛はやってないんですけど、あの、何でしたっけ、それだよ、はい、はい、やればいいって感じ。あの、あとはもうすごいビチャビチャになっちゃって、うん、あ、わかりました、はい、なんかちょっとスキッとした感じで、そうですね、精悍な雰囲気でいいですよね。あ、はい、お願いします。ボスというか、あ、なんかあの、はい、前髪だけ、はい、あの、まあでも眉毛よりはちょっと上ぐらいの方がいいかな。なるほど、はい、これちょっとサムっぽいのかなって思いますね。なんか怖くなっちゃうんで、ん、怖そうに見えちゃうんで。本当ですか。はい、あ、でも ね、全然、でも今久しぶりにお会いした、はいはい、からかなんか、はい、そうじゃないと思うんですけど、はい、なんかやっぱ雰囲気が柔らかいっすよ。ああ、そうですか。はい、よかったです。前ね、現役の頃はもう、はい、黙っててもなんかもうガーンとね、あ、格闘家のオーラがですね。あ、そう、変わってないんで。じゃあ、はい、そんな感じで、じゃあお願いします。生きながら、やかたしながらお話を伺っていきます。はい、シャンプーお願いします。あ、お願いします。はい、え、今おいくつでしょう。今僕48です。あ、全然やっぱ若く見えますね。ああ、そうですか。ああ、そんなこともないです。ジムをいろんなところに、そうです、はい、今5個あるんですけど。5個もあるんですか。そうです。え、5個あって、ね、一番最初は北千住で、はい、次埼玉の三郷っていうところを作って、その後草加、これも埼玉県なんですけど、はい、でそれ3つ作って、で、麻布十番作って、はい、で、今、世田谷。そうなんですか。はい、ここ。皆さんいつもいらっしゃるのはどちらなんですか。僕、でも基本的に全部回ってますけど。全部回ってんすか。はい。まあ、草加だけあんま行ってないと思うんですけど、三郷はもう家も近いんで、そこに住まって変わってないんで。一日のうちに全部回るんですか。はい、まあ、1週間で、大体全部回ります。そうなんですね、曜日ごとで。はい、で朝はあの三郷で、はい、まあ、プロ練習、プロみんな三郷に住まわしてるんです。あ、そうなんですか。あの、もちろん全員じゃないんですけど、はい、若手の、まあ、プロ選手っていうか、はい、まあ、プロの志望、プロ志望選手みたいなのを、うん、あの、まあ、育てるって言ったらあれなんですけど、格闘家って本当に食えないんですよ、最初。そうですよね。ああ、もうアルバイトしてとかなんで、うん、もう本当に大変なんで、みんなファイトマネー2万円ですからね。2万円スタートなんで。あの、ディープとか。はい、そうです。ですか。はい、まあ、ディープも、うん、でもまあそうだと、今はどうなってるのか分かんないですけど、大体2万円スタートなんですよ。で、徐々に上がっていくみたいな感じなんですけど、うん、だから仕事しないと食べていけない。特に地方から来た、選手とかはバイトして地方から出てきて、はい、家賃払ってとかってやると、はい、まあ、練習ほとんどできなくなっちゃうんで、うん、まあ、寮を借りてあげて、はい、それでプロになりたい選手だけ、はい、まあ、借りてあげて、でうちでその、まあ、アルバイトしながら
格闘技やるで、そのところで、はい、そうですね、まあいろいろ応援してくれてる人たちも、まあ、ジムの周りにいるんで、うん、そういう人たちにお願いしたりとか、しながらで、だんだん、まあ、5年ぐらいかかるんですけど、まあ、ライジンとかそういうの出てくるようになると、まあ、稼ぎ出すんで、まあ、そこまで面倒見たり。武田さんクラスとかになるんですか？ああ、そうですね。彼とかは、まあ、結構お金持ちだと思います。マジですか？でも最初は寮っていうか、もうジムに住んでました。ジムのソファーで寝たりとかして、はい、そんな感じで。でもね、そうやって泊まれるところっていうか、寝れるところがあるだけいいですよね。まあ、そうですね。だから、泊まれるところは作ってあげて。ケンちゃんは寮にどのぐらいの方が？寮は、でも各支部に寮を作ってあげてるんで、まあ、プロ20人、プロっていうか、うち弟子20人ぐらいですか。20人いるんですか？20人ぐらい、だから全部は数えてないですけど、それぐらいいますね。いろんなところから夢を持って、はい、ね、地方から来る子多いんで。あ、そうなんですね。どの地域から多いって言ったんですか？まあ、特には日本じゃないんですけど、まあ、僕はレスリング部だったんで、大体昔って、まあ、オリンピック終わったら、教員になって地元に帰るみたいな多かったんで、もう僕ら世代だと地方で先生やってる人多いんで、そういう人たちから紹介とかありますね。格闘技好きな子いたらね。はい。まあ多分格闘技向いてると思うからどうって。あ、そうですね。そういうことが多いんで。だから本当バラバラですね。おお。三浦孝太選手。ああ、そうですね。孝太さんは、ね、格闘技ファンで、でなんか。ライジンかなんかで僕が写真撮ってあげたんですよね。でそれでまあもちろんそのカズさんの息子なんですって言うから覚えてて、で別のところで岸本さんいるんじゃないですか、岸本佳代子さん、岸本さんとなんかカズさんとかみんなで会って、そこで格闘技やりたいってなって、で僕の名前で出してもらって、そこで行くみたいな感じになって、でうちのジム来たのが初めて。あ、そうなんですか。はい、彼は今タイで人気ありますからね。なんかキャキャ言われてるんですね。もうタイですごい人気です。今 CM 3本持ってる。すごい。昔日本でマサト選手とかとやってたブアカオっていうのが、はいはい、わかります？タイ人で。全然わかります。はい、で。まあ、近くの格闘技見てたと思うので、あの世代のブアカオがなんかあの時はそんなにタイでは有名人じゃなかったみたいなんですけど、今もタイで知らない人いないぐらい有名なんですよ、ブアカオ。はい、でそれで僕もブアカオのジムに行ってたんで、練習しに行ったことあるんですよ、1ヶ月ぐらい住み込みで。今うちの息子ですけど、今 YouTube 撮ってるので、息子とかも家族でブアカオのジム行ったりとかしてたんで。あ、そうなんですか。で向こうで人気あるっていうのと、あとコータもその TikTok とかでタイとかベトナムで人気出てるっていうんで、これは向こうに行って、そのエキシビオマッチってそのガチンコじゃないんですけど、まあ、それでやらせたら面白そうだなと思って、やらしたんですよね。そしたらもう向こうで人気火ついて、今は去年何回行ったの？ 5、6回行きましたよ、撮影とか試合とか。じゃあもうタイでほとんどこうタレント活動みたいな感じですか？そうですね。あとはまあ練習も含めて。ああ、結果の動画も。はい、まあ、彼はもともとレスリングやってたとか、柔道やってたとかじゃないんで、サッカーやってたじゃないですか。だからちょっとかわいそうなんですよね、少し。すぐデビューじゃないですか、やっぱ名前も、はい、お父さんの名前もあるんで、だからちょっと練習期間を必要なんで、まあ、向こう行ってムエタイの練習したりとか、名前が先行しちゃってるんで、どうしても。そうですよね。普通は下積みで5年ぐらいかかるんで。
僕あのあれですよ、ライジンも見てますし、ああ、そうですか。もう、K1 からずっと、うん、ファンだったんで、格闘技の。そうですよね。で、プライドができ、うん、ヒーローができ、最近も見てます？見てます、見てます。あ最近、朝倉兄弟みたいな、うん、よくいらっしゃって、はいはい、で、彼らがアウトサイダーの時からちょっと注目してて、はい、で、まあ、YouTube を始めたじゃないですか、うんうん、あ YouTube 始めたんだと思って YouTube 見出して、うん、で、ライジンを 見るようになって、うんはい、でそこからですね、またああ一時期冬の時代があったんで、そうですよね、はい、千葉さんの YouTube 見させてもらったら、ね、ミクル君のところの子とか来てますもんね。あ、そうなんですね。あの子、僕も週1回あのジムで教えてるんですよ。ああ、いますよね、あの子ね。なんか身体能力を分けって言われて、うんね、やっぱ、ね、宮さんから見てもやっぱり、そうですね、身体能力、身体能力やっぱ高くないと、やっぱミクル君もスカウトしないですよね。ああ、ね、うん、ただ、まあ、格闘技は、ああ一番の才能は、なんか、度胸とか、そういうところあるかもしれないですね。なんかそんなに身体能力、まあ、もちろん関係あるんですけど、そこまでじゃないよな。いろんな、はい、何でもありなんで。もう柔道とかレスリングとかだと、もう決まっちゃってるんですよね。毎回同じやつが勝ってるんですけど、格闘技は相性とかで、殴るのが得意だったり、寝技が得意とか、そういうのあるんで、結構チャンピオンコロコロ変わってますね。うん、誰でもっていうとあれですけど、まあ、本当に気持ちが強ければそこそこ上までいけんじゃないですかね。ジムで当てを練習しながら。そうですね。今からうちのジムは結構もうライジンとかも出てる選手もいるんで、うん、どんどんやりたいなと思ってたことが実現、うん、しそうな感じですよね。武田選手とかね、よくライブに出てますね。ね、うん、あのトライフォースジャパン、あ、あ JTT ね、JTT、はい、もう教えに行ってるんですもんね。そうです、週1回、まあそこと、まあでもあそこ JTT って名前変わる前から、あの朝倉兄弟に足りないのがレスリングっていう前から言われてたんで、まあどちらかっていうとその寝技とかそんな好きなタイプじゃないんですよ。組んだりとかするのは打撃が強くてなかなか寝ないっていう、まあそういうスタイルで来てて、まあそこであの堀さんっていう、まあ僕同級生なんですけど、年齢は堀弁護士って分かりますか？戦う弁護士、はい、堀さんにそこで連絡もらって始まったんですよね。いや堀さんとも仲いいわけですか？ああ、そうですね、堀さんも仲いいわけです。堀さんはうちのジムに前来てくれたりとか。そうなんですね、はい、堀さんはアウトサイダーでしたんで。そうですよね。それで、まあ朝倉兄弟が強いってしてて、うん、まあ、僕らそのプライドとか、そういう K1 とか出てた選手からするとアウトサイダーってやっぱその強いイメージが全然なくて、はいはい、全く知らなかった、知らないというか、まあ、名前は聞いたことあったんですけど、はい、まさかあんな強いとは思わなかったね。強くなるとは思わなかった、ね、もう今 あのブレイキングダウンの走りみたいなもんですかね。そうです ね。だからブレイキングダウンも、まあ、賛否あって、まあ、あんま良くないとかっていう声がすごいあるんですけど、まあ、分かんないですよね。あそこはスター生まれるかもしれないし。そうですね、入り口としては、入り口としては、うん、まあ、僕もそのそういうライジンとか UC とか目指してる選手を教えてるんで、ああ、まあ良くないなって部分はもう多々ありますけど、うん、ただどうしてもこう人は集まりますよね。そうですね、うん、あそこ入り口で格闘技のファンになっていく現実に多いですね。はい、うちのジムにも来てますけど、はい、あれ誰だっけ、信原君って何人気だっけ、なんとかに、購買に、うん、彼とかはもともとあっちで行ったんだけど、はい、今ディープに出てますよね。そうですよね、うん、朝倉海選手の一人でしたでしたっけ、うん、あの子うち来てるんですよ。あ、そうなんですか、ね、世田谷に来てて、あれ、あやこねも行ってるんでしたっけ、うん、はい、来てます。、はい、あの方がいないとな
かなか総合やってるんですか。まあ何でも、あ、まあ寝技とかやるんですけど、打撃と、うん、あとはあのフィットネスですね。あ、そうなんですか、ね、はい。もうあの麻布十番は岸本さんのおかげで成り立ってるみたいな。本当ですか。あ、もうそうだ、本当いろんな人呼んでくれる。ああ、へえ。ここすごいですね。移転されましたね。そうなんです。いつなんですか。コロナ。ああ、まさに東京が、うん、ロックダウンするよっていう、もうまさにその時で、うん、その時に引っ越してきたんで、あ、それはそれは大変でしたね。これでも家賃すごいんじゃないですか。はい、えぐいっす。ですよね。でもね、ここ実は前のところがえぐいんですよ。あ、まあ前のところもすごいですよね。坪数がこっちの方がちっちゃいんで、あ、引っ越してきたはいいけど、あのお客さん誰も来なくて、もちろんそうですよ。ああ、そうですね。外出、洋服の外出しないでくるでしたから、あ、終わったと思いました、ね。そうですね。でもまあなんとか見読みで、やってますけど。いや、すごい、すごいとこだなと思って。これあの、まあ、夜だからあれなんですけど、あの昼間は、朝とか昼間は富士山見えるんですよ。あ、アナスカさんのやつはここから撮ってるんですか。そうなんですよ、インスタの。はい、そうなんですよ。で、反対側はあの国立競技場、オリンピックの、うん、見えてて、うん、まあ、なかなかのいいロケーションで。麻布十番、どの辺にあるんですか。ね、新一の橋のところです。うちも9階なんですよ。ビルの9階にあって、はいはいはい、だから目の前が東京タワーなんですよ。あら、はい、なんかロケーションいいんですけど、うん、まあ、あんま関係ないですけどね、まあ、うん、運動するので、うん、眺めてる場合じゃないですもんね。はい、トレーニングしてる、はい、でもそんな広くないですよ、全然30坪ぐらいなんで。そうなんですか。あのどちらかというとパーソナルメインのジムなんで、その麻布十番、他のところは、はい、大きくやってるんですけど、昔からキックボクシングとかやってみたいなとか、うん、MMA とかやってみたいなって思いながら、はい、なかなかそういうところってなかったんで、最近はね、最近はでもパーソナルが多いですよね。すごいな、そうか、はい、毎回試合も来てくれて、はい、僕が現役終わってからうちの、まあ、弟子というかスタッフも、まあ、試合、来人とか出てるんで、多分毎回来てくれてますね。そうなんですね。もともとなんか、格闘技すごい好きですもんね。でも、そうですね。勝吉さんとかのね、大ファンなんで。あ、そうなんですね。はい。麻布十番のところでキックボクシングされるの？ああ、そうですね。麻布十番は、もう、ほぼパーソナルなんで、まあ、昼からやってる。なんか岸本さんとの、あのつながりって、僕はあのキッドとやった試合で KO されたじゃないですか。あの時岸本さんいらしてたらしくて、それで、まあ、あの人すごいかわいそうだなみたいな感じでお花届けてくれたんですよ、あの病院に。で そこで僕がお礼して、でそこからですよね。そこから。あ、そうなんですか、ね。はい、今もうジムは、まあ、おかげさまでうまくいってるんで、まあ、あの時はあの負けでもよかったな、まあ、変にね、あの勝ったりとかしたら今みたいになってないんだろうなって思って。試合には勝敗がつくけど、やっぱ人生で勝てるんですね。でもよかったですね、そこは。あの時はよく分かんなかったですけど、うん、よくね、師匠が言われてましたもんね。試合で負けて人生で勝つ、うん。その時は、すごいチャンス逃したなみたいな思ったんですけど、いまだに、あの時のこのシーンっていうか、試合のあの動画がバンバン流されてる。バンバン流されてる。あんまり気持ちしないですけどね。あ、でもまあ別に、うん、よく言われるんですけど、もうそんなことはないですね。あ、そうなんですね。うん、別に、まあいい気分ではないですけど。そうですよね。もうジムが順調で、ね、まあ、ね、おかげさまで、実業家。いい、そんなことはないですけど。お子さん何人ですか。3人ですね。もう全員成人して。で、内訳は、まあ、長男の男、女で24、22、
あとはタッチですね。はい、女の子2人いらっしゃるんですか。そうです、はい。で、それで、娘がいろんなところ、あの髪とかやっぱ気にするじゃないですか。で、行ってみたいってなって、あ、そういえば、ちかさんって、知ってるよって話して、行ってみたいっていうので、僕が、そうなんですか、ね、はい、メッセージした。ここからです。すいませんでした。いい、でも、普通に来て、はい、いただければ。あ、はい。まあ、この辺は仕事で来てるんですよ。あの、息子が。今、靴作ってて。さっき言ってた、スニーカー。そう、これで、バランススタイルってそこに、オモサンドヒルズでね、お店あるんで、そこで販売させてもらってるんですよ。ちょうど、はい、僕のつながりあったんで。宮田さんと初めてお会いしたのが、10番の、なんか韓国料理屋さん。ああ、そうです、そうです。そうですよね。で、そこにマイクロとか、そうです。マイクロと、あと、岩熊も入れましたっけ。はい。そうですね。はい、ね、スポーツ選手で言えば、うん、まあ、YouTube では柔道日本代表監督の鈴木啓司さん、ああ、はい、はい、うん、あとはウルフ・アロンさんとか、うん、はい、がやらせてもらいました、ね、うん、今回はね、ウルフさんとオリンピック決まってよかったですね。柔道はね、あ、そうですね、アマチュアの場合やっぱオリンピック最高ね、うん、ね、皆さんも代表でしたね。はい、僕はシドニー。そうですよね、はい、L 出ないなと、運転のかな。レスリングでその引退した後、なかなかそのこう、なんていうんですかね、生活がプロってやっていけるっていうこと自体も結構難しそうじゃないですか。ああ、もうアマチュアは全部そうじゃないですか、多分。そうですね、普通のその後に、まあ、実業団だったらそこに残って、とか、あとはまあ学校の先生になったり、まあ、レスリングはそうですね、学校の先生、あとは自衛隊とか警視庁とか、まあ、そういうのが多いですよね。まあ、公務員の方が多いですね。僕は大学ぐらいの時に格闘技が、まあ、プライドとか出てきて、もうそっち行こうって思いましたね。もう選手、あの、オリンピック終わったら、うん、そうですね、キットもそうですもんね。あ、まあでも本当にキットと、ね、キットが行ったりとか、下から僕も行ったのはありますね。どっちがあの、あれなんですか。まあ、僕が行く上なんですよ。あ、そうなんですか。はい、へ、じゃあアマチュア時代も一緒に練習してるんですか。そうです、もう本当に仲良かったんですけど、なんか悪くなったわけじゃないですよ。やっぱ格闘技って試合すると微妙な関係になっちゃうんで。それもそうですよね、うん、だからキットがやれてるし、うん、まあやれるかなと思う、まあ、彼らがキットとかマサト選手とか、うん、まあ、マサトさんとかが、うんうん、僕ぐらいの体でも食べていける、うん、昔ね、なんかヘビー級だけだったじゃないですか、うん、でその後に彼ら人気作ってくれたので、うん、ワールドマッチですね。あ、そうですね、だからあの時代で中量級っていうか、まあ、平均的な体の人でも、うん、なんか食べていけるみたいな。もうスタイリング剤とかつけてます。あ、はい、っていうふうにお話をさせていただいてる間に、はい、あ、ありがとうございます、はい、終わっちゃいました。可愛らしいでしょ。ありがとうございます。ワックスとかつけますか。あ、そうですね、はい、ワックスが多いですか、はい、まあ、普段つけていらっしゃるので軽くやっていただければ、はい、いいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃじゃーん、ありがとうございます。じゃちょっと後ろも見ていただいて、はい、なんとなくですね、はい、横から見た時とかも、はい、後ろ後頭が、はい、この、あ、こっち見て、見えます、はい、後頭部がやっぱ膨らんでる方が、はい、頭の形もよく見えますし、はい、で皆さんね、頭の形めっちゃいいんですよ。もともと後頭部出てて、ここがあんまないじゃないですか。だから外国人みたいな、ピーナッツみたいな骨格してるんで、なので、まあ、それを生かしてやってみました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで、僕のチャンネルの方は、はい、あ、どうもありがとうございます。では、あ、そう。
そうです。なんかね、そう、うちの、はい、これでいいですか、このまま、はい、うち、せっかくちかさんにやってもらって、はい、でうちのチャンネルでは、はい、さっき言ったいろんな選手をうちで、まあ、今寮に住んでるんですけど、はい、引き取って、で、まあ、ドヤンキー一人いるんで、やっぱりちょっとかっこよく、はい、かっこよくというか、はい、ちょっとおしゃれにしたいなと思ったので、はい、連れてきましたので、はい、大事ですよね、それからね、はい、わかりました。もう試合前なんでちょっと、はい、あ、本当ですか、はい、じゃあ、ちょっと早速紹介していただいて、はい、久保来てる今、え、おお彼です。東京リベンジャーズに出てきそうな久保です。あ、お願いします。おいくつですか？今25です。あ、そうなんですね。全然もっと若く見えるよ。はい、ちょっと、はい、この後、はい、お願いします。じゃあこの後宮田さんのチャンネルの方で皆さん、はい、概要欄に貼っておくので見てください。お願いします。はい、ありがとうございました。